暑いですね。白川ダムの古墳公園でございます。あ、これ古墳かね。はい、看板を見ましょう。ワニ小倉谷一号墳。全然見えへんがね。石室はないか。見ましたか。はい、ありました。石室が。天井石がないね。他に大村谷3号本。2号本の大きさの、どういうこと？ 2 号本の半分の大きさ？半分やで、2号本の。これ、袖はないのか？ないね。どうだろう。横に切ってあるから、7世紀。7世紀末やな、これな。はい。こっち。これは大きいぞ。これは2号本。これが2号本、2号本でございますか。おお、これは大きな石使ってるね。で、袖がね、これ、あ、一応袖、両袖になってんねや。こう、ね。ほとんどね、見た目にわからんけど。天井石ないやん。こうね、釣り上がって。かなり大きい使ってくれてるね。これも7世紀から8世紀の初めやな。この石の切り方は。これ案内板があるんだけどね。他に汚らずに行こうも、これじゃわからんね。まあ、ダムの周辺にあった古墳をね、これに持ってきたらしいですわ。1号墳から2号墳、3号墳。1号墳はどこなんだろう。ちょっとわかりませんけどね。ダムに上がってみましょうか。これどうやったかな。これ上がったよな。これ上がりましょうか。水材もあるけどね。これも使ってないね。いやー、これも歩いてないね。歩いてないですわ。いや、森の中、気持ちいいけどね。あ、ここや、ここや、ね、階段がありますわ。いや、3、40度あるかね、これ。大変だ。あ、白川ダムでございます。さっき奥までざわーっと歩いたんだけどね。あの奥か。あの奥で、チェーンしてあるし。ほんで、金網張ってあるしね。入られんですね。残念でございました。魚釣りね、ずいぶん余計やってたんだけどね。魚、はい、釣ってますよ。1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10、11、12、13、13に、13、反対側分かるかね、反対側。反対側、ここは。14、15。で、下や。16、11、18。さっきずーっと痛いんやけど、ここでね、暑くて、スマホが電池、熱くなりました。熱でね、途中ダウンして、途中まで撮ったんやけどね、今度はずーっと回るやったんやけどね、回れないんだね、ね。あ、浮見堂です、はい。白川ダウン、広いよ。ここから見るよりもね、あっちの方から見た方が広いね、広く感じるね。ほんで、この、これが水の線かね、これ。そうかもしれんな。ずいぶん水減ってんやな、これ。ここが、管理事務所かね、ダムのね。はい、白川ダムでございました。暑いわ。はい、停滞しよう。はい、ありがとうございました。